一万マサイン幸運寺は東京都中野区城高田にある総東州の寺院。三号は竜宝山。阿光寺県で知られるキラヨシナカの墓がある。元々は一万マサインという寺と幸運寺という別々の寺であったが、1948年に合併してできた寺である。一万マサインは三号を久し、宝山と言い,い、天正二年の創建と伝えられる。 海岐は今川朝徳、海山は富津寺市沿岸禅寺。朝徳は戦国大名今川義元の三男であり、朝徳の兄、今川氏真もはじめは一万マサインに葬られた。また、今川家と先祖を同じくする一族であり、江戸時代初期には極めて近い隕石関係にあった、平家の菩提寺にもなっている。もともとは江戸城半蔵門近くにあったが、 その後一が谷田町、津久戸八幡町と幾度かの移転を繰り返した。1914年に現在地に移転してきたが、1917年に火災により、本堂、書院などが消失してしまった。幸運寺は、三号は、流国山と言い,い、慶長三年の創建である。会期は、長井直政。会さんは、木室薫善寺。長井直政は、将軍。 徳川秀忠の下で老中を務めた人物で、幸運寺は長井家の母大寺となっている。創建当初は江戸城桜田門外にあったが、三谷に移り、1922年に当地に移転してきた。その後、戦後の1948年に一万馬サインと幸運寺が合併し、現在に至っている。本尊は釈迦如来座像。1960年までは、 当時院内に江戸時代の町奉行、大岡忠助の墓もあったが、大岡家の菩提寺であった神奈川県茅ヶ崎市の清水寺に移転した。配管は日中の時間帯のみ無料。当時院が母体となって隣接してある幼稚園、誠幼稚園を運営している。ありがとうございます。